トックス、ワンドライブ、シェアポイントの機能比較と選び方、観光庁を自治体に適したクラウドストレージ、セキュリティ対策とは皆さん、こんにちは。本日はご参加いただきありがとうございます。チセミキャストの船越です。本日のスピーカーをご紹介いたします。 サイエンスパーク株式会社の小野さんです。小野さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。では、講演に入る前にいくつかご案内です。本日は61名の方にお申し込みいただいております。たくさんの申し込み、ありがとうございます。本日のセミナーは、講演と質疑応答を合わせまして、およそ1時間のセミナーとなっております。講演の途中でも、スピーカーの話を聞きながら、疑問、質問がありましたら、どしどしとお寄せください。 皆さんの画面下にあります Q&A のアイコンから入力をお願いいたします。それではここで入力の練習を皆さんと一緒にしてみたいと思います。皆さんの1週間のテレワーク回数をお聞きしたいと思います。皆さんの1週間のテレワーク回数、こちらの Q&A の方に入力してみてください。お願いします。 さて、皆様、QA の方ありがとうございます。あ、あの、小野さんと同じように0回っていう方もいますね。0回です。ですあ、よかったです。あと逆に5回ですっていう方もいらっしゃいます。<laughs> はい、ありがとうございます。入力していただきますと分かりますように、他の方からは見えないようになっております。ぜひ、講演中もお気軽に入力していただくと嬉しいです。他には、ほとんどテレワークを行わず、出社していますという方もいらっしゃいます。ありがとうございます。 講演中の疑問質問はこちらの Q&A からお願いいたします。チャットの方には私よりメッセージを入れますので、ご確認をよろしくお願いします。本日はオンラインアンケートを実施いたします。アンケートに回答いただいた皆様に本日の講演資料を配布いたします。今、チャットの方にオンラインアンケートの URL 貼らせていただきました。ぜひ回答のご協力お願いいたします。セミナーの後半でも再度ご案内させていただきます。 待ちミではオフライン以上のコミュニケーションを目指しています。皆さんからのざっくばらんなご意見、ご質問、また本日講演中には投票もございますので積極的にご参加いただけたら嬉しいです。それではお待たせいたしました。講演に入ります。改めてスピーカーをご紹介いたします。サイエンスパーク株式会社の小野さんです。ではよろしくお願いします。 改めまして、本セミナーに皆様ご参加いただき誠にありがとうございます。あの、本セミナーでは、ワンドライブ、シェアポイント、ボックス、どちらが良いのかと題して、行政におけるクラウドストレージ、サービス、利用に関するガイドラインの背景、えー、と経緯、えー、を、さらには、ボックス、ワンドライブ、シェアポイントの違いについてお話をしていきたいというふうに思います。はい。えっ、ー、と、本セミナーでの講演は以上となります。ご視聴ありがとうございました。小野さん、ありがとうございました。ありがとうございました。 それではこの後 Q&A のお時間にありますが、まだまだ質問を受け付けておりますので、どうぞお気軽に Q&A のアイコンよりご入力ください。声を聞いての率直なご感想でも嬉しいです。Q&A の方よりお待ちしております。それでは質疑応答の前にオンラインアンケートのご案内をさせていただきます。今チャットの方にオンラインアンケートの URL 貼らせていただきました。そして画面を共有いたします。 本日皆様が Zoom に入るときにこちらの画面からお入りいただいたかと思います。セミナー後アンケートのこちら、回答するのボタンを押していただいても同じリンクに飛ぶようになっております。ぜひ今この時間にアンケートにご回答ください。こちらの画面を進めますと本日のセミナー全体の感想をお答えいただくページ、そしてその次のページがこちら、主催企業からのアンケートとなっております。特にこちらの回答をお願いいたします。 今後のアクションについてご希望される項目をお選びください。複数選択可となっております。製品を使ってみたい。自社の課題や製品導入について一度相談したい。その他となっております。当てはまるものにチェックをお願いいたします。アンケートを終了いたしますと、こちらのページとなります。 講演資料をダウンロードするを押していただきますと、ダウンロードページが表示されますので、そちらからダウンロードをしてください。ぜひ、アンケートのご協力、お願いいたします。それでは、ここからは質疑応答のお時間とさせていただきます。小野さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。さあ、それではですね、たくさん来ていますので、ご紹介していきたいと思います。まず、一つ目ですが、 実際に自社でボックスと SharePoint を使っていて違いを強く感じたところはどこですかといった質問です。まあバージョン管理のところの違いが結構あるかなと思っています。で、ONDLIVE ・ SharePoint については、まあ、自動保存機能というのがあります。まあ、実はこれがファイルのバージョン履歴の方にも載ってきてしまいます。なので、ユーザーとしては保存してないけども、アプリケーションが自動的に保存したものも、まあ、バージョン1の方に載ってくるというところがありますので、まあ、ちょっと自分が保存したバージョンでい ちょっとわかりづらいというところがあります。ありがとうございます。えー、他の質問ですが、あ、こちらもですね、大変勉強になります。ありがとうございます。こはい、付け加えられています。えっとこちらの方は、メールのセキュリティ対策で自治体では送信時のファイルのダウンロードについて二要素認証の機能を求められることがあります。 ボックスを利用の場合、うん、どのような機能で実施可能でしょうかまたパスワードの自動送信ができる機能はございませんかといった質問です。はい、ありがとうございます。 複数についてはですね、特にそういった機能は正直ないのが実情でございます。これもワンドライブ、シェアポイントについても同じですね。ありがとうございます。えー、続いての質問ですが、PC の暗号化ソフトは市場にいくつかあると思うのですが、ボックスとの組み合わせで CF キーパーの差別化は何でしょうかといった質問です。ありがとうございます。でパソコンの暗号化と言われると一番有名なのがビットロッカーっていうマイクロソフトさんが出しているものになりますで。ビットロッカーを入れていれば、 まあ、ま c フキーパーいらないですよねって言われることあるんですけど実はそうではないんですよでビットロッカーの目的というのはパソコンを盗まれてしまったとか忘れて紛失してしまったっていう時にまあ、ハードディスクを強制的に抜いて、えー、見ようとすることを防止することができますありがとうございます、えー、続いての質問ですが PC が接続されているネットワークなどの環境によってアクセス権限を切り替える機能はワンドライブかボックスにありますかといった質問ですこちらの機 機能自体ですね、なくてですね、この機能、まあ、非常にご要望が多いですね、あの最後に我々が公開させていただいた新サービスが、まあ、まさにそれを実現するものとなっていますので、こちらをある時期に発表させていただきたいなと。ありがとうございます。え、それではお時間が来てしまいました。これをもちまして質疑応答のお時間を終わらせていただきます。皆さん、たくさんのご質問本当にありがとうございました。はい、ありがとうございました。 小野さん、最後にご参加の皆さんへ改めてメッセージお願いします。まあ、なんとなくこう調べてみたけどよくわからないとか、なんかやりたいことはあるんだけど、それを実現できるものがないっていうのをですね、ぜひ、あの、お気軽に言っていただいて、まずはサイエンスパークっていうのを気軽に皆様にご利用いただければなというふうに思います。本日、あの、長時間ですけども、ありがとうございました。このお時間のスピーカーは、サイエンスパーク株式会社の小野さんでした。小野さんあ、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。 以上をもちまして本日のセミナーを終了いたします。今後もご興味あるセミナーがありましたら待ちセミでお待ちしております。また皆様にお会いできるのを楽しみにしています。本日はご参加いただきましてありがとうございました。